日本うんこ学会。この世界の救世主よ、あまたの菌を持つ宿主さん、目覚めるのです。ようこそウントピアへ。あなたはこの世界の救世主たる宿主として選ばれたのです。さあ、まずは今日の便通から聞かせてください。便の太さはいかがでしたか？色は？形は？ちょっとちょっと、勘弁の様！勘弁を知らない人にいきなりその質問しちゃびっくりされちゃいますよ。あら、ベンジェル、そうだったの？私、てっきり知っているものと。普通の人にはまだ馴染みがないんです。だから私たちがいるんじゃないですか。それもそうね。驚かせてしまってごめんなさい。ごほん、改めまして、ようこそ。こちらはこのウントピアを知る。ごきげんよう。そして私は勘弁様にお使う。勘弁様はこの世界の平和と秩序を保つために金に力話題になり。ベンジェル、その話はすぐ。いえ、あと8時。それじゃあトイレにも行けないわ。あ、はい、そうですね。それでは簡単な質問からいきますね。一番最初。ベンはちゃんと気持ちよく出ましたか？その調子で気持ちの良い私。勘弁の様、ちょっと、まあこんな風に一回だけではなく日々の変化を感じ調子が良いと気持ち。勘弁の様。はいはい、分かったわよ。ベンジェル、勘弁ボタンを押せばいつでも私に会うことができ。いくつか勘弁に関する質問をしていきます。そうすることで自然と勘弁ができ。ファースト勘弁を終えたところであなたをここに召喚したり。この振動はまた現れてしまったようですね。クリーブス感じるわ。でしたらレディオの。ベンジェル、忘れたの？あ、そう。宿主であるあなたにお願いがある。メディウムの。ここで説明をしている余裕はなさそうね。あなたは宿主と共にメディ。でも勘弁。私はここへ幽閉されたの。すべては宿主あなたの力にかかっているのです。どうかこの美しい世界を救って、世界に平和と幸せなお通しを。あそこ急ぎましょう、宿主様。どうして？気をつけていたはずなのに。奴らクリーブスはどこにでも現れる。油断するな、侵食されるぞ。いつ見ても嫌な感じね。さっさとやっちゃいましょう。うっしゃー、やっちゃうんだ。待ってください。今のそんなことは分かっている。しかしこの別な人たち、もうやっちゃってもいいか。クリーブスを滅すること、それがいざ参る。別にデザインが好きだから。私は彼女の
まずは今日弁の太さはいかがでしたか？色は？形は？その調子で気持ちの良い配慮。